中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。今週は2021年最初の G1 フェブラリーステークスが行われます。ということで早速私中村愛の注目馬こちらですよ。ダン、6番アルクトスです。なぜアルクトスかと言いますと、ダン、前哨戦負けて強しということで、前走のネギステークスでもアルクトス私注目馬として推奨させていただきました。ワンターンなら本当に魅力たっぷりということで、詳しい内容は1月29日にアップされた千葉テレ公式 YouTube チャンネルを確認していただきたいと思います。ということで、その前走のネギステークス振り返っていきましょう。休み明け距離不安、59キロ直線前が壁と、4着になってしまった理由はたくさんありました。しかしそんな中、勝ち馬とはおよそ1馬身差の4着で、はい、3キロの金量差がなくなるとなると逆転も簡単に想像つきませんか。ということで今週は、前走は納得の負け、 JRA G1 初勝利なるかということで、6番アルクトスに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ。高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位以内の組み合わせだったのは32レースでした。その中でも日曜日に行われた阪神4レースでは、8番人気、1番人気、9番人気で決着するも、コラボ指数では上位指名、3連単はなんと17万円のビッグヒットでした。今週はフェブラリーステークスのコラボ指数をブログ内で無料公開。また馬コラボは馬と未来とと協力コラボを組んで、コラボ指数以外にも気になるコンテンツを展開中。詳しくは馬コラボ、そして馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。